皆様こんにちは、ナオトです。どうも皆さん、アザヒです。どうも、セイヤです。はい、私ですね、前回に引き続き奄美大島に来ているんですけども、はい、今日はですね、セイヤ君から、ものすごく良いものをいただきましてですね、はい、今回は夜光貝を用意しました。おお、しかもすげえでかい。すんげえでかいやつですねちょうどいいサイズのが取れたんでいや、本当ありがとうございます。いい。で、セイヤ君に聞いたらですね、私が以前やった、バターしゃぶしゃぶ、製薬も食べてみたいということで、夜光貝を薄くスライスして、それをバターでしゃぶしゃぶして食べていこうと思います。いいですね。火を通しすぎても硬くなるんですよ、うん、だからしゃぶるぐらいがね、あ、ちょうどいいぐらいがね、いいと思う、うん、よし、では早速さばいていきましょう。はいはい、はい、で、こちらがですね、今回製薬君からいただいた夜光貝でございます。何このデカさ、でかいやばいんだけど。でかいですよ。で、こちらの夜光貝ですね、さばくのがものすごい難しいらしいんですよ。このね、今ちょっとこっち側出てるじゃないですか。はい。で、これをね、この中にナイフをガッと入れて、ガッと切って引き出す。うん。それを一瞬のうちにやらないと、うん、これがね、キュッとこう引っ込んじゃって、うん、もうね、丸一日出てこなくなるらしいので。そうですね。もう引っ込まれたら、まあ刺されとかだったらまだなんとかなるんですけど、うん、夜光貝でかくて力強いんで、もう本当に出てこないです。もう、どうやってももう歯が入らなくなるんで。わお。でも俺がミスったら撮影はまた明日っていうことになりますね。大丈夫っす。うちにはトンカチがあります、ね。まあ、というわけでね、とりあえずチャレンジしようと思います。はい、ぜひとも。ではこちらの貝ナイフを使います。はい。だからね、包丁を使うと、はい、こう挟まっちゃった時に、そうです、危ないらしいんで。取れなくなって無理やり取ろうとして、本当に手切っちゃったりするんで。ね。はい、なのでまああえてこういうのを使います。はい。じゃあせいや君、ちょっとやり方を。やり方としてはまず少しこの上付近から思いっきり奥に突っ切る感じで、殻がこうカーブしてるんで、蓋がこうあると、ここまで一回突っ切って、突っ切から下にガッて下げる感じでやると、もう致命傷で、すぐカパッって出てきます。躊躇しちゃいけないわけですね。一気に。そうです。刺したら、ぐるっとこう、これにそう感じで、こう刺したらそのままぐるっと切ればいけます。了解です。はい。ここ？うん。いきます。はい。あ、そこまでいけば、でももう。よし、これいったんじゃねえの。いったと思う。うん、大丈夫、いったいった。そんだけグラグラしてれば。よし、よし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 、取れましたね。あー、超緊張したいけました、いけました。ナイスナイス、いい感じいい感じ、よっしゃー、いけたはい、で、あとはこの残った部分ですけど、はい、この辺に、貝ナイフ入れて、こうすると繋がってる部分があるんで、そっち側が外れて、あとはペロンって出てきます。これをこう刺して、うん、で、繋がってる部分を買ってうわ、こっちの方が硬い。上のところでしょ、外してすっげー奥まであるんだけど、これマジですか。何これ、指届かないし。あー、切れ離したかな。こんな、あ、そうです、こんな感じです。おお、これ肝、肝でっかすっげえこれ、うん、そこ硬いんで気をつけて、うん、うん、こう切って、うん、うん、じゃあ続きましてこちら、これハージンです。ハージンとは、ハージンとは、スジアラです。スジアラ、あー、なんか高級魚と言われているスジアラですね。ですありがとうございます。じゃあもうどうぞいいじゃないですか。だってもう見せなくていいっすよ崩れちゃうんで。で、そう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 、根元から使って、うん、で、グッとずっと切って、で、返す、身を返す、で、最後切る。そう、おお、見せなくていいって身が崩れちゃうからはい、では、徒歩2秒の朝日さんちの庭にやってまいりまして、今日はこの七輪でやっていこうと思います。はい、では、着火していきます。すみせつちょっと軽くね、まずこう並べて、うん、おお
あ、ついた？あ、ついた、ついた。はい、ではだいぶ着火も進みましたので網セット。はい、じゃあ香り付けでニンニクを乗せまして、はい、バターセット。ありがとうございますはい、ではバターしゃぶしゃぶの準備完了でございます。いい感じに沸いてますね。いい感じに沸いてますね、これはで、ね、俺前回無塩バターを使ったんですけど、うん、今回ね、有塩バターを使ってみました。そうですね、さっきちょっと舐めたら結構しょっぱかったです。そうそうそう、なんでもう味付けなしでこのしゃぶしゃぶしてそのままいけるような感じで。ちょっと待って、おー、すげえな火力がやべえなはい、じゃあすいません、お先にいただきます。はい、初ということで、せいやくんからね。じゃあまずはこれ、薬効貝椎茸かな。椎茸見て。その夜光貝の硬いところで。どんな感じにしたいかな。好きなぐらいに。こんぐらいか。こんぐらいで。いただきます。はい、どうぞ。うわ、めっちゃうまい。あのこのほら、ニンニク、うん、もうめっちゃ香りが出とって、さらにこのバターの。うん、広がる感じが最高です、うん、コリコリいってるの、うん、夜光貝だからあの歯ごたえもいい、うん、では私は夜光貝のちょっと柔らかい方の部分いきますね。はい、いきます。うまそう、いい火力ね、うん、しゃぶしゃぶも多少時間かけた方が良さそうな感じなんだけど、うん、じゃあこんなもんで、はい、いただきます。うまい。歯ごたえとバターの香りたまんないぐらいうまいです。めっちゃうまいよこれ。浅井さんも言ってください。はい。じゃあ私もいただきます。はい。はい、これがね、本当火通ってるからね、ちゃんとね。ね。うん。本当ね、もう表面熱ってなるぐらい熱いよね。ほら。ね。しっかりと。うん、じゃあ。いただきます。あきバター垂れた。超うまい。有塩バターいいっすね。ね、有塩バターの方がうまいかもしんない、うん。なんかこんなちょっとだけど、うん、しっかり塩味ついて、ね、でバターの香りも、ニンニクの香りもあって、でちょっと火通るからね、ちょうどよく柔らかくて、めちゃくちゃうまい。じゃあハージン。ハージン。はい。これもう間違いないでしょ。これもう絶対美味しいんだから。熟成もされててすごい柔らかいからね。火通ったよ。ほら、おお、すげえ。いただきます。いただきます。うまっ。めっちゃ合う感じで。これ楽しいねみんなでやってパーティー感あるよね。いただきます。いただきます。うまっ、うまっ、マジでうまい。はい、では皆さん乾杯いたしましょう。乾杯。乾杯。バターだからさ、さっぱりして茶がうめえ。炭酸がね、口の中のね、油をね、流してくれる。さっぱりする。はい、というわけで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった、バターしゃぶ。美味しかった。やっぱあれですね、貝ってあのバター醤油焼きみたいなのよくあるから、うん、
すごい合いますね、うん、バターがやっぱ一番合うんでしょうね。ね、うん、しかも硬い硬い言われてたはずのね夜光貝がなぜかすごく柔らかくて美味しかったあれいい食べ方だったかもしれないですね、うん、なんかめっちゃ美味しかったからちょっと俺もパクってみようかなとか思っていやぜひぜひやりましょうやりましょうというわけでですね、皆さんもみんなでワイワイバターしゃぶしゃぶなんて、やってみてください。はい、なかなかね珍しくてテンションも上がりますんで、うん、実際味もすごく美味しいんでね、みんなで楽しくやってもらえればと思います。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。